帰りなさい、お兄ちゃん。私、そんなに怖い顔しているかしら？白い肌、切れ長の目、背はすらりと高くて。あの、どうしてあんなところに？え？人が来るなんて珍しいって。私、幽霊なの。え？だから、私は幽霊です。うわあ、なんですか一体。私の時代の制服、見せてあげようと思って。どうかしら？これが私が死ぬ前に着ていた制服よ。テイチ君、ここ間違ってる。あ、本当だ。テイチ君、ここテストに出るよ。あ、はい。あの、あんまりくっつかれると。もしかして汗が匂うとか？いや、そんなことないです。なんか最近ずっと一緒だなって。私は定一くんのことが好きだから。ダメ？あ、いやだー！屋上行こう！ニーヤさん！あの、よかったらこれから一緒にお昼どうですか？え、ああ、うん。からかってるんですか？うん、触りたいの。あ、違いますよ。下心で女の子に触れたりしちゃう。助けてください。これはあのやましいことなんか。あの子、私のこと見えてないわ。私が定一くんに見えるのは、定一くんが私のことを意識してくれてるから。やめてください。人を待たせてるんですから。ちゃんと知りたいかなって。私自身のこと手伝ってくれるわよね。私のあんなところまで見たんだから。ねえ定一くん、これ見てくれる？え、どうしたんですか新谷さん。なぜそんなことを聞くんですか？新谷さんが霊界と通信してる。猫耳。やめてください。ニーヤさんが怖がるだなって。そんな、くっついちゃダメです。一体何が当たってるのかな。何って。おはよう、テイチくん。体操服。うん。テイチくん、パスパス。あ、はい。あ、しまった。どうしたんだあいつ。急に体にガタが来たんだろう。すごいシュートだったからな。胸元。なんだよ、なんで赤くなるんだよ。こんなの見てもどうせ面白くないだろ。リエさんだって女の子じゃないですか。私に触って。定一くんから握って。デートしよう。いきなり何ですか？うん、デートしよう。やっと定一くんにだし巻き卵を編んできた。本当によかった。なでして。はいはい。いつもは私が膝枕してるから反対にしてもらうのもいいなって。何これ、しびれる。腕の感覚がない。ゆうこさん、定一くん大好き。僕はゆうこさんのことが好きだよ。そうだったんですね。これは閉めてみるのは罪じゃ。ただいま。やっぱり春が心残りで、最後に定一くんとしたきっ